皆さんこんにちは。日本を代表するロックバンドショウヤでボーカルを務めている寺田恵子さん。2023年7月に還暦を迎える寺田さんですが、若々しくハードな姿は今も健在です。ただロックが下火になりつつある今、メディアで見かけることも少なくなってきました。病気で療養中などという噂もささやかれています。そこで今回は寺田恵子さんの現在の状況と、一度脱退し再結成した理由、また結婚観についても迫ります。まずは簡単なプロフィールから見ていきましょう。愛称姉さん、本名寺田恵子、生年月日1963年、昭和38年7月27日、出身地千葉県船橋市、最終学歴千葉県立船橋芝山高等学校卒業、所属事務所マスターワークス。寺田恵子さんの実家は千葉県船橋市です。父親は寺田明さんとおっしゃる方で、工務店の社長をされていたそうです。そのため実家は裕福な家庭だったようで、寺田さんも幼い頃から三味線などを習わせてもらったりしていたそうです。父親は寺田さんに、結婚なんかしないで仕事をして生きていきなさいと言われていたそうです。そんな父明さんは2009年4月17日に心不全のために亡くなったと報じられました。寺田さんは自身のブログで、親父が亡くなりましたとファンに向けて報告し、悲しいつうか悔しいつうかとショックな思いを綴りました。寺田さんはブログなどで、ご家族と旅行に行った際には必ず報告されています。父親が亡くなった後もよく母親や兄弟と共にご旅行に行かれていて、母親を支えている様子がわかります。寺田恵子さんは日本を代表する女性ロックボーカリストとして確固たる地位を築いており、60歳とは思えないほど若々しくパワフルですよね。そんな寺田さん、物心がついた頃から歌が大好きで、小学生時代の憧れはカルメン・マキさん。カルメンさんのようなハスキーな声に近づきたいと思い、枕を口に当ててシャウトの練習などをしていたそうです。子供の時にカルメン・マキさんに憧れるのもかなり渋い趣味のように感じますが、当時の寺田さんはカルメンさんの声と自分の声に似たものがあると感じていたそうで、そのまま歌手を目指すことになったそうです。のど自慢やモノマネ大会に出演したくて何度も応募はがきを送っていたそうです。ただいざとなると勇気が出なくて、実際に行くことは一度もなかったんだとか。気が小さいこともあって、小学生の時には年上の女の子からいじめに遭っていた寺田さん、帰り道に待ち伏せされたり、ランドセルに入れている定規や笛で足を叩かれた経験もあるようです。中学生になってからもいじめは続き、その笑顔が気に入らない、チャラチャラしてんじゃねえよなどと言われたことも。しかしそんなことにはめげず、エースを狙えに憧れて入ったテニス部では、通常なら1年生は出られない大会に選出されたこともあったそうです。なんともたくましいですね。そして船橋芝山高等学校へ進学、偏差値が56と少し高めな進学校です。そこでボーカルを探していた男性7人組のバンドに誘われ、女性ボーカルとしてバンド活動を始めることに。すると文化祭に向けて練習をしていた際に、スタジオの店長からショウヤの前身バンドであるメデューサへの加入を持ちかけられます。ただ寺田さんはこの誘いを3度断っています。その理由は、女性バンドが嫌いだったから。ずっと女子グループからいじめに遭っていたことも少なからず影響していたのかもしれません。3回断られても誘い続けるぐらいですので、当時から寺田さんにロックボーカリストとしての魅力があったのだと思われます。しかしメデューサのメンバーの一人が同じアルバイト先にいた人だったため、何度となく説得され加入を決意。17歳の時に SHOEYA のメンバーとなりました。ショウヤのメンバーとしていろいろなオーディションを受けたりしていましたが、でも実はメンバーには内緒にしている秘密がありました。実は寺田さん、当時はアイドルを目指していて、こっそりスター誕生のオーディションを受けていたのです。とはいえ、いかにもアイドルとお人形のようなビジュアルは嫌だったので、カーリーヘアにしてロンタイというまるで不良なような格好で行ったところ、
残念ながら1次予選で落ちた経験があるそうです。まだ庄屋がデビューが決まっていなかった時期ということもあり、抜け駆けをしてソロでデビューするという道も考えていたそうですが、結果庄屋として活動していくことに。その後1982年にはヤマハ主催のバンドコンテストでグランプリを受賞。この時にソロデビューしてみないかとレコード会社から声をかけられたそうですが、みんなでデビューしたいとこの誘いを断っています。そして3年後の1985年8月31日にシングル素敵にダンシングコークイズイットで庄屋のボーカリストとしてメジャーデビューを果たしました。ですが庄屋のメンバーの思いとは裏腹に事務所にアイドル路線で売り出されてしまいました。アイドルになりたいとは思っていたものの、バンドではロックがしたかった寺田さんもこの売り出し方には納得していなかったようです。結果的にはこれほど長くボーカリストとして活躍されることになったので、10代の頃にアイドルにならなくて正解だったと言えるのではないでしょうか。80年代までは女性ロックバンドの存在はあまり一般的ではありませんでした。しかし実力派女性バンドとして人気を博した庄屋の影響もあり、この頃からガールズバンドが脚光を浴びるように。ただ一つ庄屋が他のガールズバンドと違っていたのは、スカート禁止、男性のように振る舞うといったルールがあったこと。可愛さを売りにしたバンドとは一線を画していたわけですね。かっこよくパワフルに歌う寺田さんに男女問わず多くのファンが魅了されていきました。ところが1991年に寺田さんは庄屋を脱退、精神的に追い込まれてしまったことが原因のようです。何もかも抱え込んで、それが重荷になって精神的に追い込まれてしまった。睡眠時間も3時間で体も参っちゃって、でも辛いって言うと女だからって言われてしまうから言えないと、精神的にも肉体的にもかなり憔悴していた様子。自問自答を繰り返しながら出した答え、それが SHOEYA を辞めることだったそうです。レコーディングをしていたロサンゼルスから事務所へ電話をかけ、グループの脱退を申し出たとのこと。寺田さんとしても苦渋の決断だったようです。その後庄屋はボーカルにステファニー・ボージャスを迎えたものの、活動開始からわずか2年で凍結状態に。再度ボーカルを変更、吉富が加わったものの、1998年9月に解散することとなりました。ここで気になるのが脱退後の寺田恵子さんについて。完全に歌から離れて実家の手伝いをしながら就職することも考えていたんだとか。すっかり一般人となった寺田さんが庄屋を再結成しようと思ったきっかけ、それはカラオケとギターです。友人とカラオケに行った際、勝手に庄屋の代表曲である限界ラバースを入れられて、半ば強引に歌わされることに。その時やっぱり庄屋が好きだと涙があふれ、再結成を決意したそうです。脱退してもなお寺田さんの中には庄屋としての熱い血が流れていたんですね。再結成を果たした直後のインタビューで、ギターを始めたのがきっかけ、弾き語りをするようになって私もみんなを引っ張っていける力を持ったかもしれないって、そう思うようになったから、このように語っています。ギターを始めて自分に自信がついたことが大きな理由のようです。ずっと音楽を愛し続けてきた寺田さん、未だに結婚はしておらず独身を貫いています。結婚しない理由の一つにロックを挙げていて、音楽だけじゃなく、もちろんプライベートでもロックな生き方をしているから結婚まで至らないんだそう。姉さんと呼ばれる寺田さんの生き方に共感する人はたくさんいるそうです。ただ結婚願望自体はとても強いんだとか、ロックな私をもらってくれる人がいるのか不安と弱気な発言も、それでも生き方を変えることなく自分の思う道を進んでいる姿は本当にかっこいいですよね。そんな寺田さんの好きなタイプはちびデブハゲとのこと。この条件にぴったり当てはまる男性を見つけると胸がときめくそうです。結婚こそしていないものの、恋愛はとても充実しているようで、彼氏を切らしたことがないそうです。どんな方とお付き合いをしていたのかは分かっていませんが、きっと
チビデブハゲに当てはまるような理想の男性だったんでしょう。それにしても彼氏を切らしたことがないとは、どこまでもロックな女性ですよね。現在も変わらずロックな毎日を送っている寺田さんですが、病気で療養しているという噂もあるようです。しかしこれに関しては事実を認めるような情報は一切なく、デマであると考えられます。ただ病気ではないものの、長年ヘッドバンキングを続けていたせいで首の骨がかなり削られているとのこと。そのためドクターストップもかかっているそうです。寺田さんは将来の夢についてビルを持つことと語っています。1階が小料理屋で、2階がジム、3階が病院、さらに地下にはバー、そして最上階に自宅を構える。なんとも素敵な夢ですよね。寺田恵子さんといえば庄屋、庄屋といえば出演者からスタッフまで全員が女性であることにこだわって開催されているロックフェスティバルナオンのヤオンが有名です。もともとはジアルフィーが観客10万人規模のコンサートをするという話をラジオ寺田恵子のオールナイトニッポンで取り上げた際、寺田さんがうちらで女性だけでコンサートをやりたいと発言したことが発端となり開催されました。第1回目は1987年9月20日に日比谷野外音楽堂で開催されました。1991年の開催で一度幕を閉じ、1999年に日比谷野外音楽堂ではなく川崎のクラブチッタで番外編が行われ、2008年に17年ぶりに1年限りで復活。そこからまた5年の時間が空いて、2013年からは毎年行われています。2023年にも日比谷野外音楽堂にて4月29日に開催されました。日比谷野外音楽堂が開業100周年の年にあたるそうで、フェスティバルの公演名も祝日比谷野音100周年ハウやプロデュースナオンの野音2023となっていました。出演者は庄屋はもちろん千秋さん、松本里香さん、パーソンズのジルさん、相川七瀬さん、土屋アンナさん、プリンセスプリンセスの渡辺敦子さんと富田京子さんなど、日本を代表する女性ロックミュージシャンが集まりました。2021年はコロナウイルス蔓延防止のためオンライン配信ライブになり、2022年は有観客でしたが観客による声出しは制限されていました。2023年はマスク着用という条件はありましたが、観客による声出しも解禁され大変盛り上がったそうです。庄屋としては実に4年ぶりになる東名阪のツアーを2023年秋から開催される予定です。座席には VIP 席と銘打ったコースがあり、料金は15,000円とライブのチケットとしてはお高めな設定ですが、非売品のグッズがつくそうです。長年ファンをやっておられる方なら迷わず VIP 席にしてしまうでしょうね。2022年に行われた配信ライブでは、庄屋のカバー曲シリーズとして XJAPAN の紅をカバーされていて、非常にかっこいいと評判でした。2023年のツアーでもこういった特別な楽曲が生で聴けるかもしれません。これからもまだまだパワフルに歌い続けてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。